ウルムの戦いは、ウルム戦役中に、バイエルン戦定講領シュトゥットガルド近郊の町、ウルム郊外で、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス帝国軍が、オーストリア軍を破った戦いである。機動力のみで勝利したナポレオンは、ウルム戦役全体で5万の損害を与えることに、成功した。1805年8月、オーストリアは、ロシア、グレートブリテン及びアイルランド連合王国などと、 第3次大仏大同盟を結成し、バイエルンへ侵攻した。当初ナポレオンはイギリス侵攻を構想していたが、第3次大仏大同盟が結成されたため計画は、頓挫していた。そんな中このニュースを聞いたナポレオンは、バイエルン及びウィーン侵攻を決意した。9月23日、ナポレオンは、元老院で、私は、軍の戦闘に立ち、私の同盟国の救援に向かうと説明し、 遠征を開始した。サンクルー宮殿を建ったおよそ8万のフランス軍がグランダルメ、つまり大陸軍と呼ばれるようになるのはこの時からである。最終的に予備軍を含め全7軍団総兵力21万の大陸軍が9月24日、ライン川沿いに集結した。一方オーストリア軍はマック将軍の7万2千がウルムとその周辺に展開していた。 黒い森から進撃してくると信じていたマックを欺き、ドナウコハンまで進撃していたフランス軍は、簡単にオーストリア軍の背後に回りきむことに成功する。マックは、フランス軍の動きが読めずに、ウルムロー城に固執した。1805年10月14日、エルチンゲンを守るオーストリア軍の背後から、ネイヒキールフランス軍が突撃した。 大混乱に陥ったオーストリア軍は町を放棄し、ウルム近郊へと後退した。この勝利により、ネイはエルチン原稿の称号を授与された。翌日、勢いに乗ったフランス軍は、ウルム西北にアリガイを見下ろす防御船、ミヘルスベルクの高地を強襲、占領。ウルムを攻撃したが、城壁に阻まれ後退した。だが、 同盟国のロシアは未だ現れる気配を見せず、オーストリア軍の劣勢は明らかだったため、ナポレオンはマックに降伏を勧告した。なかなか降伏してこないのに痺れを切らしたナポレオンは、18日に城内を砲撃。脅しに屈したマックは19日、ついに降伏した。ナポレオンは、皇后ジョゼフィーヌに手紙で、6万人を捕虜にし、大砲120問以上。 軍機90本以上を旅客し、30人以上の将軍を捕らえた。と戦果を知らせている。だがこの数字は誇張されていて、実際は捕虜は2万五千人、旅客した大砲は65門軍機は140本ほどであろうと推測されている。21日、ナポレオンは占領地のシュバーベンに対して、オーストリア軍の武器庫、食料庫の接収を告示するとと,ともに、 占領地税と通常税を課した。オーストリア軍は多大な損失を出したが、主力は未まだ健在であり、ロシアの援軍も迫っていたため、講和には応じなかった。これによりナポレオンは、神の助けを得て、近い将来今度も敵軍に勝利することができると、思うと、元老院に、戦争の続行を伝えた。11月14日、フランス軍はすでに放棄された。 オーストリアの首都ウィーンに入場した。16日にシェーンブルン宮殿を建って北に軍を進め、20日にはブリュンに到着し、ここで来たるべきオーストリアロシア連合軍の主力との戦闘に備えた。ウルムの戦いは歴史上最も重要な戦略的勝利の例の一つであると考えられている。ウルムの戦いでは大きな戦闘はほとんど発生しなかった。オーストリアは マレンゴの戦いでナポレオンが仕掛けたのと同じ罠に陥り大敗を喫した。この戦いで大陸軍はほとんど損害を受けなかった。アウステルリッツの戦いと同様、ウルム戦役は今なお世界中の士官学校で教えられている。ありがとうございます。